皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もフォワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、 UTOTS 選手能力紹介パート4をやっていこうと思います。で、今回でね、全部の選手紹介し終わるんですけど、今回はあと残ってる8名ですね。こちらのセリエ A から、あとはブンデスリーガー、こちらの8選手ですね、紹介していこうと思います。で、ブンデスに関してはね、今週に搭載されるんで、それの予習ということで見ていただければなと思います。で、今回ももちろん能力値比較していくんですけど、前回の動画でどういう選手と比較してほしいかっていうのを聞いたところ、結構ね、その介護官の6進の選手で、この118、117の5進の選手を比較してほしいっていう声が多かったので、ちょっとそちらをね、やってみようかなと思います。ぜひね、参考にしていただければ嬉しいです。そしたら早速見ていきましょう。まず1人目、メニャン選手ですね。オーベル117、ポジションがゴールキーパー、利き足右の191センチ、スタミナ4、逆足4となってます。能力見ていくと、ダイビング、ゴールキーパーポジショニング、反射神経、ハンドリングと非常に高いですね。あとはね、反応力も高いということで非常に強いと思います。で、活動量が両方中、個人技ステップオーバー、特性がロングスロー1対1ということで、まあ、特性に関しても悪くないですし、この選手の、ね、スキルブースト、ゴールキーパーダイビングということで、上がる能力も非常にキーパーとマッチしているので、この選手も強いと思います。身長が、ね、191センチあるっていう点もいいかなと思います。で、この選手に関してはね、TOTY ベスト11のドナルマ選手と比較していこうと思います。はい、こんな感じですね。まあ、パッと見、メニャンが勝ってる能力多いんですけど、負けてる能力で言ったら、敏捷性とか積極性、あとペナルティーキックとかね、そんなキーパーには関係ない能力で、能力だけで言ったらメニャンが強いのかなと思います。そしたらね、このドンナルンマ選手の6進とメニャンの5進を比較していきたいと思います。はい、こんな感じですね。もうね、やっぱ5進、6進になっちゃえば、やっぱドンナルンマの方が全然強いんで、まあ、キックとかね、反応力、まあ、キック16がどんだけね、その、試合中に影響あるかっていうとね、多分さほどないと思うので、無理して乗り換える必要はないかなと思います。続いての選手見ていきましょう。ラファエル・レオン選手ですね。オーベル117、ポジションがレフトウィング、利き足が右の188センチ、スタミナ8、逆足4となってます。能力見ていくと、この選手ウィングなんでね、スピード瞬発しっかりありますね。あと、決定力も高いんで、シュートも狙えるといった感じですね。あとはドリブル、ボールコントロールも、あと、敏捷性もね、そこそこあるということで、ドリブルもしやすいと思います。で、スキルブーストが加速力ということで、瞬発力、ポジショニング、ボレーシュート、ショートパス、バランスと、まあ、瞬発ね、上がるのはいいんですけど、ちょっとね、そのドリブル数値だったりとか、あとスピード数値、上がればね、もっと良かったんですけど、ラストパスなんかもね、できるんじゃないかと思います。活動量がアタック中、ディフェンスが低い、個人技ルーレット、特性がフレア、スピードドリブラーということで、まあ、特性に関してもそこまでは悪くないですけど、ちょっとね、能力見た感じも抜けて強いかと言われたらそこまでじゃないんで、わざわざね、獲得する必要は正直ね、ない気がしますね。それでもね、一応身長188センチあって、パワーが192ということで、かなり突破力はある選手だとは思うので、ぜひね、気になる方は、取って使ってみてください。続いての選手見ていきましょう、こちら。ヒョエルナンデス選手ですね。オーベル117のポジションが、レフトサイドバック、利き足が左の184センチ、スタミナ9、逆足3となってます。能力見ていくと、スピード瞬発高いですね。あとはやっぱりね、マーキングだったりとか、反応力、スライディングタックルも高いんで、守備面でも活躍できるかなと思います。やっぱりね、決定力、シュートパワーなんかも高いんで、結構ね、攻撃的な選手なんじゃないかと思います。スキルブースト、反応力ということで、ドリブル、状況判断、クロス、反応力、スライディングタックルと、まあ、スライディングタックル上がるっていう点でも、守備面のね、期待もできますし、あとはドリブル、クロスなんかも上がるんで、さらにね、攻撃能力も上がるということで、これはね、強いと思います。活力、アタック、コー、ディフェンスが中、個人技、ヒール、トゥ、ヒール、特性がスピードドリブラー、アクロバティッククリアということで、ちょっとね、この個人技がね、もったいないかなと思います。サイドバックね、切り込んでいくなら、ルーレットかね、ダブルタッチ、これがね、個人的には好きなんで、ちょっとここが残念な点かなと思います。それでもね、能力だけ見たら非常に強いと思うので、ぜひね、気になる方は、取って使ってみてください。続いての選手見ていきましょう、こちら。クリバリ選手です。オーベル117のポジションが CB、利き足が右の187センチ、セミナが7、逆足が3となってます。能力見ていくと、この選手もね、スピードが200オーバーと、すごく強いと思います。そして、マーキングが202、スライディングタックル198、ヘディング196、ジャンプ194ということで、かなりね、空中戦も戦えるかなと思います。で、なんか能力見た感じでね、決定力とかロングシュートとかインフロントシュート、ここら辺がね、結構絶望的に低いんで、なんでこんな低いかちょっとわかんないんですけど、結構センターバックもね、コーナーのこぼれ球とかでシュート打つ場面もあるんで、ここは結構痛いかなとは個人的に思います。で、スキルブーストがディフェンスということで、バランス、ロングパス、マーキング、スライディング、タックル、ヘディングと、これに関してはね、上がる能力非常にいいと思います。で、ガストレがアタック中、ディフェンス、こう、
個人技が経路変更ロール、特性がパワーヘッダー、アクロバティッククリアということで、まあ、特性に関しても悪くないですね。まあ、なんといってもクリバリの強みは空中戦なんで、この身長あって、ジャンプ、ヘディング、パワーもあって、なおかつね、スピードもあるということで、結構センターバックとしてはね、完成された選手だとは思うんですけど、決定力とかはね、不安があるんで、ちょっとそこをね、考慮して使えるといいかなと思います。本当ね、強い選手だとは思うのでね、ぜひね、センターバック迷われてる方は、取って使ってみてください。そしたら、このクリバリ選手に関しては、TOTY ベスト11ですね、そちらのルーベン・ディアス比較していきたいと思います。はい、まずは進化0ですね。で、比較していくと、やっぱね、その、守備面では、クリバリ強いんですけど、なんかオフェンス面、決定力とかロングシュート、そこら辺は結構ね、ルーベン勝ってますね。で、このバランスね、62っていう、この差がね、どんだけ、そのプレイに影響するかといった感じで、ちょっとこれ見るとね、ルーベン全然使っててもいいかなと思います。そしたら次にね、このルーベン6進とクリバリの5進、比較していきたいと思います。はい、こんな感じですね。こうなってくるとね、瞬発はそんな変わらず、スピード結構15ってでかいんですけど、全然まあルーベンでもいいかなと思います。もうそれ以外はね、パワーとかジャンプ、スライディングタックも2から6の範囲なんでそこまで変わらないし、もうその他の能力に関しては圧倒的にルーベン高いんで、今ね、ルーベン使ってる人がわざわざね、クリバリ取って使うかって言われたら正直ね、おすすめはしないので、ちょっと今回のやつね、参考にしていただければなと思います。続いての選手見ていきましょう、こちら。キミヒ選手ですね。オーベル118のポジションが CDM、利き足が右の177cm、スタミナ中の逆足5となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、あとはボランチなんで、まあ、ショートパスとか高いですし、他にはね、ドリブルとかインフロントシュート、臨床性、こう見るとね、200のっていう能力非常に多いですね。マーキングも205あるし、積極性209、かなりね、この選手強いと思います。で、スキルブーストショートパスなんで、ショートパス、ドリブル、タックル、パワー、ポジショニングと、結構ね、パワー上がる点も嬉しいですし、タックルも上がるんで、さらにボール買い取ってくれるかなと思います。で、活動力がアタック、コー、ディフェンスが中、個人技ヒール、トゥーヒール、特性がリーダーシップ、ロングパス、プレイメーカーと、ほんとこの選手で能力は強いと思うんですけど、まず身長177センチっていうのがちょっとマイナス点と、あとはね、この活動量ですね。ボランチだったらね、アタック、コー、ディフェンスも攻めてコーであってほしかった。ちょっとこのアタック、コーだけだと結構上がっていくイメージがあるんで、ちょっとこう怖いかなと思います。まあ一応ね、CM でもスキルブースト乗るんで、あえて CM で使うのも全然いいかなと思います。普通に決定力も高いんで、シュートも狙えると、ロングシュートも高いし、あとは特性がちょっとね、残念なんで、進化5とかにして特性1個、フレアとかね、ロングシュートテイクが加えるのがいいかなと思います。スタミナも10あって、逆足も5あるということで、まあ、全体的に言えばね、普通に強い選手なんで、ぜひね、気になる方は取って使ってみてください。続いての選手見ていきましょう、こちら。ヌクンク選手ですね。オーベル118のポジションが CAM、利き足が右の179cm、スタミナが8、逆足が4となってます。能力見ていくと瞬発スピードしっかりあって、あとはね、CAM の選手なんですけど、全体的にね、能力高くてですね、守備も結構してくれるといった感じになってますね。マーキング185あるしね、ここは強い点かなと思います。で、スキルブースト、ショートパスということで、ショートパス、ドリブル、タックル、パワー、ポジショニングと、さっきのキミヒ同様ね、パワー上がる点もいいですし、タックルも上がるということで、本当ね、攻守において活躍してくれる選手じゃないかと思います。で、活動量が両方中、個人技ルーレット、特性がフィネスシュート、アウトサイドシュートということで、まあ、特性に関してもね、そこまで悪くないですし、個人技もルーレットということで、ここは非常にいい点かなと思います。で、身長がね、179cm と、ちょっと小柄なので、結構ドリブルとかね、そういう仕掛けで使うのがね、いいのかなと思います。この活動量が両方中っていうところだけ唯一気になるんですけど、それ以外はね、ほんと強い選手だと思うので、ぜひね、気になる方は取って使ってみてください。続いての選手見ていきましょう、こちら。ベリンガム選手ですね。オーベル117のポジションが CM、利き足が右の186cm、スタミナ球逆足4となってます。能力見ていくと、瞬発スピードしっかりあって、CM の選手なんでね、非常にバランスが取れた能力してますね。やっぱこの選手の強みはもちろん攻撃能力も高いんですけど、守備の能力ですね。マーキングも194あって、あと反応力199、タックル194とかね、かなりね、高水準な能力してるんで、これはね、強いと思います。で、スキルブーストがショートパスなんで、ショートパス、ドリブル、タックル、パワー、ポジショニングと、タックルパワー上がるんでね、ボール狩る能力は上がるんじゃないかと思います。で、活動力がアタック高、ディフェンスが高と、特性が積極的なアタックル、スピードドリブラーということで、まあ、特性に関しても悪くないですね。で、結構ね、この選手自分はね、今回の目玉選手と思っていて、まあ、中盤どこでもできるのもそうですし、結構ね、ボランチで使ってもね、面白い選手なんじゃないかと思います。今ね、自分ビエラ使ってるんですけど、
今回この選手交換してね、ボランチで使ってみようかなと考えてます。まあ、カッツォレがね、アタックコーで、ディフェンスも一応こうあるんで、ここがいい点かなと思います。で、身長も186センチと、ちょっとヘディングは低いんですけど、ジャンプ高いんで空中戦もやると。で、この選手に関してはね、同じ CM のポジションの116、TOTY ベスト11のデブライネと比較していきたいと思います。はい、こんな感じですね。こう見ると、かなりね、ベリンガム強いですね。オーベル1しか差がないんですけど、能力の差はね、結構歴然で、まあ、やっぱ攻撃面に関してはね、デブライネがちょっと抜けてるんですけど、守備で見たらね、圧倒的にベリンガムが強いので、その中盤のバランス取るっていう意味では、ベリンガムはね、かなりおすすめですね。で、こちらのね、2選手、ベリンガムが5進、デブライネ6進で比較していきたいと思います。はい、こんな感じですね。大きなね、ところで言うと、まあ、ロングシュートとか、あとペナルティーキック、インフロントシュート、フリーキック、クロスはね、大きくね、負けてはいるんですけど、やっぱそのバランス、タックル、マーキング、スライディングタックル、積極性とかね、ここら辺、あとジャンプもそうか、20とか17とか、だいぶ大きいんで、こう見るとやっぱりね、ベリンガム強いですね。さっきも言ったように、もちろんデブライネ使っていいですし、相方としてね、ベリンガム使えばさらに攻守のバランス取れるんで、この選手はね、かなりおすすめです。ぜひね、中盤の選手迷っている方はね、このベリンガム取って使ってみてください。そしたら最後の一人見ていきましょう、こちら。レバンドフスキ選手ですね。オーベル118のポジションが ST、利き足が右の185センチ、スタミナ球185となってます。で、能力見ていくと、瞬発スピードはしっかりあって、決定力、シュートパワー、ポジショニング高いですね。あとはやっぱね、そのドリブル、ボールコントロールも高いですし、ジャンプヘディングも200オーバーしてるんで、ここがね、本当にその、地上でも空中でも、どちらでも強いという点ではね、かなりいいと思います。で、スキルブースは決定力なんでね、決定力、ドリブル、ジャンプ、シュートパワー、ポジショニングと、上がる能力も非常にいいんで、この選手はね、ST、真ん中どかれると怖い選手ですね。で、かつそれがアタック、コー、ディフェンスが中、個人技フェイクショット、特性がソリッドプレイヤー、フィネスシュート、アウトサイドシュートということで、まあ、特性に関してもね、全く問題ないですね。まあ、一個ね、ソリッドプレイヤーをフレアとかに変えたらね、なおさら強いと思います。で、個人技のフェイクショットに関しても、この後ね、フェイクショットのチームスキルムーブも追加されるんですけど、フェイクショットを押してね、突破が本当にこのゲーム強いんで、かなりこの選手はありかなと思います。で、ね、スタミナも9あるんで、1試合フルでも全然やれるかなといったところでね、ほんと真ん中に置いたらね、相手に脅威を与える選手なんで、この選手はね、おすすめです。で、このレバンドフスキ選手に関しては、まずは、今回来てる UTOTS118 のベンゼマと比較した後に、TOTY ベスト11のレバンドフスキですね。そちらの6進、あとはこっちの、UTOTS の誤信で比較していきたいと思います。はい、まずベンゼマとはこんな感じですね。まあ、こう見たね感じも負けてる能力結構多いんですけど、大きいところで言うとね、視野の13とかクロスの13、マーキングの29とか、そんなになんかねゴールに直結する能力だとは思わないんで、そんなに気にはならないかなと思います。他で言うと決定力とかロングシュート、ペナルティーキック、あとバランス、積極性とかは結構レバンドフスキ勝ってますね。まあ、それでもね、積極性以外はね、そんなに大きく能力差はないんで、正直レバーよりはね、ベンゼマの方が個人的にはおすすめかなと思います。まあ、それでもね、やっぱレバーの強みはね、スタミナ9だったりとか逆足5にあるんで、そこはね、結構違いがあるのかなと思います。そしたらね、次レバンドフスキの比較していきたいと。そしたら次ね、6進と5進で比較していきたいと思います。はい、こんな感じですね。もうやっぱね、圧倒的にね、UTOTS の誤信の方が強いんで、これはね、文句なしで乗り換えたらいいと思います。もうこれに関してはね、文句なしで乗り換えていいかなと思います。で、この TOTY のレバーはね、スタミナが8なんですけど、今回 UTOTS のスタミナ9ということで、その点も強いですし、あとスキルブーストも変わらないし、唯一ね、この TOTY のレバンドスキ、セカンドウィンドウが特性ついてるんですけど、あとはルーレットなのか個人技が。まあ、けどほんとそんなもんなんで、圧倒的にね、UTOTS が強いかなと思います。はい、ということで今回はね、最後の UTOTS 選手の能力紹介していきました。今回も117多くて結構強い選手もいるんで、特にね、ベリンガム選手に関してはかなり、ね、期待してるんで、多分ね、相当強いと思います。それもね、使った使用化の動画とかね、出せればなとは思ってるので、そちらも楽しみにしていてください。で、今回ね、比較したこの5進と6進の表に関して、ぜひね、皆さんどうだったかね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。まあ、その他にもね、こんな選手で比較してほしいとか、あればぜひコメント欄でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。